すげえ。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、14番ホール右ドッグのパー5です。吹き流し方向が狙い目でしょう。ここは距離も505ヤードと短いのでバーディーを取っていきたいところです。ちょっと左に行ってしまいました。あまり左に行くと2打目がちょっと大変ですか。これもちょっと左目ですね。これはど真ん中のナイスショットです。石山選手、前の2本の松の木が非常に邪魔になっております。これは2本の松の木の間、低いところをパンチショットで150ヤードぐらい出したいところです。上から行くとこのセカンドショットの距離が出ず難しいところです。クラブ選択を考えております。上から行くのか下から行くのか。お、下から行くように決めたようです。木の間を通すように決めたようです。500ヤードと距離も短いので150出せば3オンは十分可能なところに持っていけます。もう少し低ければ当たりませんでしたが当たってしまいました。ダメです。これも木に当たってしまいました。目の前の枕選手はフェアウェイ真ん中ですがコブがあってちょっと難しいショットです。ナイスショットのようです。そのダメはちょっとバンカーに入りそうです。残りは132ヤードの打ち上げ、右から左に風が吹いて難しいショットです。すぐ右に木があるのでフェード系で攻めていかないと難しいショットとなります。しまいました。アプローチショットです。4打目117、8ヤード。ナイスアプローチ。
前川選手のバーディーパットです。ショートしてしまいました。ナイスパー。ナイスパーパットです。ボギー出されました。15番350ヤードパー4です。狙いは吹き流しです。よっしゃそれましたが、フレンドリーバウンドで左に戻ってきました。ちょっと右に出てます。右ラフです。石山選手セカンドショット137ヤードの、さっきまではフォローでしたが今は風止まってます。あ、またフォローの風が吹いてきました。ちょっとチャンキーだったようですが乗りました。ナイスオ。ありがとうございます。ごめんなさいね。芝も打たれましたね。5ヤード先なので132ヤードちょいフォローです。方向的ないい方向に飛んでってます。ちょっとショートでした。ちょっと噛んだような感じがショートでした。噛んだ分だけ。入れ。ナイスアプローチ。石山選手バーディーパットです。ナイスパー。ナイスパー。ナイスパー。皆さんあと3ホールですがどうでしょうか。撮影されてる感想は。撮影されてる感想はあんまり気にならない。なんかまあ嬉しいです。あのもうちょっとかっこいいとこ見せてほしいかなみたいな、はい、ちょっと今でもね、はい、ね、作戦会議した、ね、作戦会議した、はい、そう次あと3ホール頑張ってください。はい、ありで、はい、ごちそうになりました。はい、どういたしまして。どういたしまして。これでバーディーが取れそうです。はい、じゃあ皆さんお波しのんで頑張ってください。気合入れて。池越えバンカーがたくさん181ヤード、
どっちかというと、左から右斜め前に風が吹いています。ちょっと右方向に出ました。バンカーに入ってしまったような。ちょっと左引っ掛け気味、バンカーに入ったようです。これは右に押し出してますね。右バンカー手前でしょうか。約20ヤードのバンカーショットです。ナイスショー、ナイスパー。入れ入れ、ナイスパー。アプローチでした。ゲッパーです。30ヤードのバンカーショットで超スーパーセーブでした。